はい、お疲れ様でございます。今回はアムウェイというかね、ネットワークビジネスについてちょっとお話したいと思います。日本ではアムウェイはもうすでに稼げないフェーズになってると思います。その理由皆さんご存知でしょうかね。アムウェイの評判が悪いからですかね。じゃあそもそもなんでアムウェイの評判が悪いんでしょうか。それはいらないものを買わされる、もしくは在庫に持たないといけないみたいなところがあるんじゃないかなと思います。じゃあなんで私たちはアムウェイという商品を選ばずに他の商品を買うんでしょうか。近くのドラッグストアですとかスーパーとかコンビニ、こういったところで通常商品買うと安いですよね。アムウェイの商品よりもいいですよね。まあ、つまり商品企画ができるからなんですよ。もっと言ったら自分の足で買いに行けるところにこういったスーパーなり商品を売っている小売店があるからじゃないかなと思うんですよ。でも世界には通販でしか物が買えない地域ってまだあるんですよ。近くに店がない、コンビニも整備されていない、道路がガタガタ道ね。買い物に行くのにかなり時間がかかったり、何らかのリスクがあるとかね。そうなってくると非常にその地域の人って商品を安定的に信頼できるところから買うことって難しくなるんですよ。まあ、例えば洗剤でも水でも調理器具でも欲しい時に手に入らないんですよね。もしくは近くのオンボロのスーパーとかよくわかんない商品店に行っても、小売店に行ってもね、賞味期限が切れていたりとか、わけのわかんないブランドものを買わなくちゃいけなかったりするんですよ。まあ、しまいにはね、お店の人が半分使ってるようなものを買わなくちゃいけなかったりするみたいなところがあるんですよね。じゃあですよ、そういったところにネットワークビジネスの商品ってどうですかね。非常に助かるんじゃないですかね。通販で世界標準の商品が私たちから見ると割高でも、その地域で考えると商品を買うリスクとかね、クレームを持っていくところ、交換してくれるかどうかわからない、もっと言ったら届けてくれるというメリット、こういったものを総合した時にアムウェイみたいなネットワークビジネスがあって助かったわーと。必要な商品うちまで定期的に持ってきてくれるんだよねと。しかも自分のところに届いた商品、近所の人に売ることもできるから、それで店ができちゃったよみたいなね、そんなこともあるんじゃないかなと思うんですよ。だから商売がうまくいくかどうかってその環境によるんじゃないかなと思います。ネットワークビジネスをやる上でね、一体自分がどんなマーケットを持ってるのか、ね、近所その辺でもし売れないとしたらどこに市場を設定すればいいのかってことを考えておくときにね、日本国内でネットワークビジネスをやる、これも一つの手ですよ。でもそれで無理だと思うんだったら、日本以外のマーケットに視野を広げていって、そこで商品を売ってみたらどうかなってことなんですよ。契約が取れたらもうそこに行く必要はないでしょ。顧客になった人が勝手にアムウェイから商品を買ってくれて、その中間マージンが安定的に入ってくるわけじゃないですか。だからこういう発想がない人がネットワークビジネスをやるから、ネットワークビジネスが詐欺だっていう風な話になるんですけども、じゃあ実際にアムウェイなどネットワークビジネスで稼いでる人がどんな稼ぎ方をやってるのかなってことを、まあ学んでいったらいいんですよね。でも本来どうやって稼ぐかは自分で開拓するものなんですよ。人に聞いてそれを真似する、それも一つの方法ですけども、儲かる方法を誰かが教えてくれるんじゃないかっていう風に待ってる以上、そんな方法向こうから飛び込んでおかないですよ。ただし競争力のある商品、安定的に供給される商品、そのマーケット、流通経路、これをネットワークビジネスの会社は持ってるわけですから、でその中でも世界一の安定感を持ってるのがアムウェイですから、そのアムウェイと自分とマーケットがちゃんとね一致してるかどうかってことを検証しながら進めていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。アムウェイで成功してる人と成功してない人、当然いますよね。成功する人は一部の人ですよ。じゃあその一部の人になるために、一部の人しか見えてない、一部の人しかできないような努力を工夫をあなたはしてますかってことが全てじゃないかなと思います。はい、じゃあ以上ですね。